ようやく見つけました。よもやかけらの海から我が波長を探し出すとはな。フィーヤが記憶を失っていると知った時は痛く興ざめしたものだが、決まっている。互いに駒を持つ者同士、二つの駒が存分に潰し合う様を鑑賞しようではないか。見た！やはりゲームにはプレイヤーが必要であるな。今度こそ話してもらうぜ。この喉の奥からボロボロ湧いてくるウジ虫はどうやったら治るんだよ！なら教えてあげるわ。特効薬はここよ。私の頭の中、私の頭を割って脳みそをすすれば治るわよ。ああ、そこか！そこにあったのか！いた！こいつで、いや、こっちか？サトコ、あら、てめえら話しやがれ。まただ、またウジ虫や。暴れんな、行きかけにしろ。ここは賑やかでございますこと。一人ぼっちのリカ、もうあなたの心を支える者はどこにもいませんわ。世界のどこにも、どのかけらにも、この私を除いて。まさか。リカ、そろそろ諦めなさいませ。あなたの幸せは私の幸せの中にありますのよ。そのことを今度こそ受け入れさせて差し上げますわ。サトコに力を与えたのですか？そなたとてリカに与えたではないか。そうです。でもそれは過ちでした。だからお前のしたことも過ちなのです。ほう、我の行いを過ちと断じるか。そなたは仮にも我の分身だ。このまま特等席で楽しむことを許そう。あら、やっと目が覚めましたの？もうすぐ日が暮れてしまいますわよ。僕は。ずいぶんうなされてましたわね。何か怖い夢でもご覧になりましたの？すごい熱ですわね。私でよろしければ、リカが落ち着くまでずっとそばにいますわよ。サトコ。リカ、それはたたりですのよ。たたり、どういう意味？なんで体が動か、何が起こって。ああ、これですの。綿流しですわよ。罰当たりなあなたへの永遠のたたりなんですの。実に感傷に値するぞ。それ以上大切な親友にリカを傷つけさせないで。ごめんね、私が間違ってた。リカ、サトコにこんなことまでさせて、やっと目が覚め。私はこの雛見沢でリカと一緒に暮らせるなら他に何も必要ありませんのよ。ごめんね。いいんですのよ、リカのその言葉できっと
お社様も許してくださいますわ。もう間違いが、今の言葉魂に刻み込んで絶対に忘れないでくださいませ。リカ、ダメです。どうして僕は余計な夢を望んだのでしょう。リカ、あなたがどんな夢を見たのかは存じませんけど、私はいつまでもずっとリカの親友ですのよ。そしてひなみざわもみんなもずっとずっとリカが大好きなんですのよ。リカ、その世界は違うのです。リカ、気づいて。リカは今まで気づいていなかっただけではございませんの。辛いことはどんなに小さくてもいつまでも心に残りますわよね。でも些細な幸せはすぐに忘れてしまう。忘れてしまうと自分が恵まれていたことまで忘れてしまって、身の丈に合わない幸せまで求めてしまいますわ。それはとても不幸なことだと私は思いますのよ。リカは今幸せなのですわよね。それ以上の何を望みますの？もうどこにも行こうとしないでくださいませ。リカ、僕はずっとここにいるのですよ。大好きなサトコと一緒に。どうして今さら。明日は。今日がサトコにとって辛い日でもあることは分かっているのです。仲間から祝福される誕生日が幸せでないわけありませんわね。僕ではこんなものしか買えなかったのです。まあ一体何でございましょう。サトコちゃん、どうして分かったのですか？私くらいのトラップ使いになれば一目見ただけで仕掛けはお見通しですわ。昨日まではサトコの言う通りだったのです。でも今は違うのです。リカ、ちゃんと死んでまして。もう一度聞くわ、どうしてわかったの？道理をなす力の名は奇跡。